はい、どうもケンです、今日はめちゃめちゃ、ね、天気がいいですね。今ね僕はね新宿にいるんですけども、南東口かなの方を出てですね、これから、新宿御苑の方にこう歩いてるところなんですけども、まあ、毎月ね開催しているケンシアスクール新宿の、会場が新宿御苑にあっているので、まあね新宿駅から僕歩いてねいつも行ってるんですよ。まあ少しはねやっぱ歩かないとということで、歩いております。まあ、たまにはこう歩きながらですねこう動画も撮ってみようかなと思ってやってるんですけど、いやしかし今日はねもう本当夏ですね、夏日、うん。まあ、今回もね、3日間通しでやるんですけども、まあ、僕のスクールはまあ少人数制ということでですね、マックス4名でやっております。まあ、なんで4名かというと僕が一度にあのしっかりとね、お伝えできるというか教えできるのが、4人までだからなんですよね、なので、4名です。それ以上になるとねやっぱり、ちょっと手が回らないというか僕もね消化不良を起こしてしまって、なんかねしっかりとやりきれなさがね残ってしまうんで、だから、4名で今日はね、3名ですね。1人ちょっと予定が、ね合わないということで別の日にね変更になってしまったので今日はね3名で、やっていきたいと思います。いやそれにしてもですね、もう今までこう長年どのぐらいやってきたのかな、3年ぐらいやってきたのかな、スクールもねだいぶ多くの方にね来ていただいてね本当にありがたいなと思っておりますね。 DVD をご購入していただいたお客様に、直接ね私が、こう指導させていただくというね形を取らせてもらってます。まあ、僕がねお教えしてることっていうのは本当シンプルなことで、誰でもセラピストであれば、まあ、セラピストじゃなくてマッサージが好き、人を癒すのが癒すことが好きというね人だったらね誰でも習得できるようなね内容にはなってるんですけども、ただねそれをね DVD だけ本当動画だけでねお伝えしようと思うのはやっぱ限界があるんですよね。やはり直接、こう僕もね参加してくださる方の体に触れて、ね、でその人にこう聞かされてる感をねまず知ってもらいたい、こういう風にやってるんだよって僕が聞かせるのはこうだよっていうのね。で僕がやってるマッサージスキルっていうのはマッサージ好き、もう今までいろんなマッサージ、いろんなそういうね癒しのところ整体とか行った人たちが、あこういう感じでやってほしかったんだと、こういうとこをこう聞かせてほしかったんだ、欲しかったんだよっていうねところをすごく凝縮して、凝縮した内容になっております。まあ、どういうことかというと、マッサージ好きの人ってねマッサージよく行くでしょ、もう週1ぐらいで、ね、行く人多いです。でそういう人たちがどういう疲れをしているのか、うん、でマッサージってもう最近ではねだいぶああいう何ですか、リラックさんとかねああいうお店が増えてだいぶ価格がね下がったじゃないですか。昔は60分6000円がね相場だったのが今はもうほんと60分3000円かそのぐらいでもうやってるでしょ。もう昔はねありえないような状況が今ねあるわけですよ。だから今までマッサージになかなか行けなかった人でも行きやすくなったっていうところがすごくねいいと思うんです。でもねやっぱね昔からやっぱマッサージその高価な変な6分6000円の時代からマッサージにね行ってた人たちっていうのはやはりね日々特殊な、ね、こう疲れを、ね、溜めてる人っていうのが、ね、多いんですよ。まあ、どういった疲れかというと、特にこう何ですか精神的なお疲れが、ね多い方っていうのがいますよね。よくね人と会う方とかあとは何ですかなんかねご商売されてる方とかね経営されてる方とかね経営者の方とかねそういう方っていうのはね肉体的な疲れ以上にねこの精神的な疲れとかこう人とのつながりの中で感じるこういうストレスっていうのがね結構大きいんですよ、うん、でねそういう方のね疲れっていうのはまたね独特なんですよね。でそういう人の疲れをね結構こうしっかりとほぐしてあげる。でそういう人たちがどこそういう人たちが、一体どういうとこが疲れるかっていうとやっぱりね背筋なんですよね。首、肩、背中あたりの肩甲骨周囲のそういうところがねこうやっぱ固まってくるわけですよ、ね、やっぱね頑張ってる人とか本当に真剣にねこう物事に取り組んでる人とかね頑張りすぎちゃってる人っていうのはやはり皆さんねこうファイティングポーズを取ってるんですよね、ウルトラマンみたいなねあとはまあボクシングのこのファイティングポーズみたいな
ちょっと前かがみのね顔をこう前に突き出して、こうね、背をこう丸めてっていうね、まあ、デスクワークしてる人もそうですけども、常にやっぱねファイティングポーズを取り続けてる人、取り続けてきた人っていうのはやっぱり独特なね疲れがあるわけですよ。でお年寄りなんかでもね、お年寄りなんかでこう背が曲がってる人とかねいるでしょ。ああいうおばあちゃんとかね、こう背中が丸まってるおばあちゃんとかいるじゃないですか。ああいうおばあちゃんとかっていうのはやっぱりね長年一生懸命働いてきて、あのファイティングポーズを取り続けてきた人たちなんですよね。で自分の疲れもね押して、もうそういう癒しとかそういうマッサージなんかも受けることなくね、疲れをそのまま次の日に持ち込んで、それでも自分の体をこうね、身を粉にして働いてきたようなね人たちっていうのはやはりね背中が曲がってますよ。やっぱ姿勢どうしても疲れてきたりとかね凝ってきたりすると背中がねこう曲がってしまうんで、それをこうねそのままにして次の日に持ち越すと、でそのまま、固まっていってしまうというかね、まあ、人間は日常の中で、奴隷です、日常のね中でそう生活してますから、そういった感じでね、まあね疲れを溜めやすくなってしまうんですよね。でまあ、僕がお教えしているのはそういう人たちのこの疲れをねいかにこう、短時間で効果的に効かせてる感をね使ってほぐすかっていうところにこう焦点を当ててますんで、息のだからこれからセラピストとして息の長いねセラピストとして活躍するにはそういったね、幅広い層というかもう本当年配の方がもうお年寄りにもねしっかりと満足させてあげられるようなスキルが求められると僕は思ってるんですよ。でやっぱり僕が教えしてるのは横向きのね、あの指圧スキル、マッサージスキルなんですけども、なんで横向きが、僕がね、おすすめするかっていうのは、やっぱね、横向きのね、マッサージはね、お年寄りに向いてるんですよね。お年寄りの体っていうのはね、やっぱこう、うつ伏せにはね、なかなか慣れないというか、向いてないんですよ、うつ伏せの、姿勢っていうのは。だってそうでしょ？背中曲がってるのね、うつ伏せになったらやっぱしんどいじゃないですか。だからね、やっぱりね、うつ伏せよりも横向きの方が向いてるんですよ。だからね、本当ね、これからの時代、もう本当高齢化社会になってきますから、ね、マッサージを受けてる人たちもずっとマッサージを受け続けてるんで、その人たちも、年を取ってくる、まあ、自分たちも年を取るわけですけども、その中でやっぱりね、横向きで、ね、ちゃんと背筋を、ほぐしてあげられるようなね、スキルがあると、僕はいいなと思うわけですよね。というわけで、だいぶ会場に近づいてまいりました。この辺でね、ちょっと僕のトークを終わりたいと思います。ではまた。